どうもアイププです。シングルトークショータイム。シングルトークショータイムの時間が参りました。まあ、2月14日、バレンタインがあったと思いますが、私の今年のチョコのもらった個数は、もちろん ゼロでした。って言っても、本当は1なんですけど、まあ、派遣なのか、食卓なのか、わからないような、フィリピン人のおばさんから、1個だけいただきました。まあ、去年も別の人だったんですけど、1個もらったんですけど、本当に、なんか、もらってない人にはちょっと失礼だなと思いますが、私の中ではノーカウントです。彼女がいるやつって絶対1個は確約じゃないですか。でも私は今まで彼女がいたことがないんで、やっぱゼロなんですよ。やっぱ女の子から一人でも、ね、義理チョコをもらえるだけで、ほんと幸せだなって思うんですね。私、どちらかというと、尽くすタイプなんでね。なんか、もらえるよりも、もらった後のお返しをね、しっかりやりたいなって。ね、そこでやっぱ好感度上げていきたいなって思うんですけど。まあ、今日、年もね、まあ、ゼロに等しいような状況なんでね。まあ自分でチョコをね、毎年買っちゃうんですよ。これなんて言うんですかね、友達から友達に、あげるのが、ね、なんか今日帽子がいかんな。友達から友達に渡すチョコがチョコじゃないですか。でね、まあ、異性だけど、仲良くしている人に対してはギリチョコ。まあ、本命の人、もうちょっと今日はネクタイ忘れ、うっかり忘れてた。本命の異性の人に対してはやっぱ本命なんですけどね、まあ、私は本当にギリでもいいから女の子からね1個もらえたら本当にねありがたいです。今年もゼロでした。まあひもて男子の皆さんね、私もゼロなんでね、でも気にしないでください。もう来年ね収束したらね勝ち取りましょうよ。そのチョコ1個ねのために確約したチョコをね、まあ、私ね、来年はね、収束して GoTo 乱用するから、まあ、来年は諦めてますけど、再来年、ね、結婚相談所を使ってね、まあ、1個、確約したやつをね、手に入れたいなと思います。まあ、ほんと結婚相談所までに行く前に1個手に、ね、てか、まあ、いい人に出会えたらいいなって思うのは事実ですが、まあ、欲しいものをね、手に入れる子たち幸せじゃないんでね。今の現状だったら、ご飯食べれるだけ幸せと、あと、働けるだけ幸せって思わんとかなと思います。さあ、チョコを買います。食べたいと思います。これね、チョコでもね、有名なザ・チョコレート。もうちょっと大きく見せるか。見えますか？これ、明治のやつね。さあ、食べますわ。チョコ食べて終わりですね。はい、シングルトークショータイムなんで、うん。いやね、私ね、その行きつけであったね、なんかお店の店長はこんなこと言ってたんですよ。私が話を聞きに来てるのに、その時だけは私が話を聞いているような状況。確かに。いや、モテる人はやっぱうざいっすわ。その店長はね、なんて言うんですかね。たくさんのお客と接してるから、まあその女の子のお客からたくさんねチョコをいただくらしいんですよ。でね、まあその分お返しをしないといけないんですけど、その女の子っていうのはもうそのお返しを目当てにチョコをあげてるっていうような話をするんじゃ。でね、もう私からそういう話、私からしてみればそんな嫌味でしかないなって、その数ある女の子のうちの一人が私にチョコくれるわけでもないでしょって話なんですよ、うん、聞いてて苦痛でしたね。うん、いや一個ぐらいくれよと私に対して。でも私は今年もゼロだぞって、うん、何のために飲みに来てんのって感じでした。こういうモテるやつの嫌味に聞くのが一番バレンタインで苦痛になるんですわ。うん、美味しいですね。1個消費しましたね。やばい、もう5分経ってる。うん、お返し
に悩むような男子の悩みなんて私絶対聞きたくない。妹男子はそれを聞くだけでストレスになる。お、やべ、今日起きた。まあいいや。ね。ほんと、私自分に対して自分にチョコを書くことしかできないんです。ほんとに、モテない人ってね、バレンタインなんて、ね、ないでほしいって心から願ってますからね。まあ、あとクリスマスもね。なんか、聖夜の夜とかいらねえしね。なんか、街にカップルがうじゃうじゃ溢れててさ、自分たちは家でさ、おとなしくしてて、ほんとに嫌だ。今、コロナ禍だからこそ、なんかちょっと、ね、助けられてるとこもありますよ。美味しい。まあ、ね。まあ、本命のね、男の子がいる女の子、まあ、今年はね、直接会うんじゃなくてね、宅配かなんかしてさ、手紙とか書いてね、送るのがいいんじゃないかなって思います。だってね、直接会ったりして、もし自分が感染してたりしたらね、大切なね、人にね、感染させるリスクがあるじゃないですか。直接会ってまでして、ね、チョコを渡す必要があるのかどうかって私は思うんですよ。だからさ、この、相手を大切に思う気持ちがあるんだったら、やっぱ別の手段を使ってみてはいかがでしょうかね。手紙って結構いいようなものでね、手紙は残りますからね。でも直接会っても残らんでしょって話。だからね、いますね。家で過ごすあなたの意識ある行動が大切な人、そして誰かを救っていることを忘れないでください。あなたの大切な人を思う気持ちが他の誰かの大切な人を救うことにつながります。医療従事者の方も バレンタインなんてないですからね。だからまあ私たちにはバレンタインあるかもしれませんけど、せめてまあ配送宅配などしてね、コロナ禍のバレンタインのあるべき形をね、大切にしましょう。ちょっとね、チョコを強引に食いすぎて喉チンコをちょっとなんか、ね、気持ち悪くなってきたんで、今日はここで終わります。代名詞はいつでもはい、オッケー。ご視聴いただきましてありがとうございます。ちょっと本日あまりにも遅まってでした。チョコを口に入れてね、失礼だなと思いました。シャレオツ。